今日午前11時過ぎ、福島第一原発3号機の使用済み燃料プールで、大型のクレーンを使って瓦礫を撤去する作業を行っていたところ、プール脇にあった鉄骨にクレーンの先端部分が当たり、鉄骨が誤ってプールの中に落ちました。落ちた鉄骨は縦30センチ、横20センチ、長さ7メートルで、重さは470キロあり、プールの南東側から落ちたということです。 3号機のプールには566本の燃料集合体が保管されており、東京電力によりますと、これまでのところ、プールに設置している線量計やプールの水に含まれる放射性物質の濃度、それに水位に変化はなく、冷却も問題なくできているということです。ただ、これほど大きなものがプールに落ちたことはないということで、東京電力は燃料が損傷していないか、 今後水中カメラを入れてて確認すするとしています報告を受けた国の原子力規制庁は今のところ特別な異常が起きているとは認識していないが重大な作業ミスだとして手順や管理に問題がなかったか状況を調べています。